こっちからいきます。さあここで4000出るんですよ。強いね。これ一旦こっちじゃない。これで 15% 頑張れ。強すぎ強すぎるこのキャラ。はい、みそこちゃん L2S よろしくお願いします。ということで今回なんですけども、ウィブ10使っていきます。はい、ということで、いや、ウィブサニア転結ね、最近すごいハマってまして、めちゃくちゃ使ってるんですよ。本当に無補正の時はほとんどウィブ10使うぐらいなんですけど、あのね、強いです今の環境ね、結構強くて、でもウィブ10ね、結構前まではね、ディートリヒと結構格差がありまして、まあ、ディートリヒってフェイルノートも入るし、周期もいるしみたいな、結構その格差があったんですけど、まあ、フェイルノートのバッジがついたことによって、そこが結構埋められた感じがあってね、なおかつ、こういうね、はい、相性のいいコマといいますかが登場していまして、まあ、これによって今ウィブ10かなり強くなっているというところで紹介していこうというわけですね。あとはヌアザとかもね、ディートリヒだと手こもり抱えるんで、ヌアザって結構事故りやすいんですけど、ウィブサニアだったら盤面に出すんで入っても大丈夫というところで、早速攻撃を使ってシーズンマッチやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。さあ行きましょう。初戦火炎か、これまずいね。あ、これまずいね。これどうしよっか。ウィブを行ったら多分死ぬよねこれ。いやでもくさび生やせるのかな、エルヴィンしかいないんだよな。メルカバーくさび条件なんで、いや、まあ、一旦メリッサしといてマエルヴィンにかけるか。ちょっとデルヴィン引かなそうだったら、まあ、ウィーブ打つしかないかな。デルヴィン、おい、来ない来ないと。勇気打って、いやマジ竜胆火炎相手はね、もう大火炎作られたら終わりなんでね。もうティポパーラみたいなことされたら終わるんで、これこっちから行きましょうか。ここでちょっとね、雷撃で削り入れながら、イビスタイクサーベル、盤面的には一旦、おい来た、エルヴィン、ナイス。一旦 C5 もありな気はするんだけど、火炎的には置きたくないな。どうしよう。これで一旦生やしとこうか、くさび。で次メルカバー引いたら最高ですね。ただ右 X がね、十字架に刺さっちゃうんで、ちょっと迷ったんですけど、これ右じゃ左上 X か。なんでアベルとかサカは外に来たか。よしよし、十字架炎じゃない。いやでもきついね、ちょっとやっぱね、火力のね、主力の火力がね、盤面に出せてないんで、ちょっときついんですけど、さあでもくさびなんとか5本は盤面に生やせたので、これでなんとかって感じですかね。位置的にもそこまで踏まれそうな感じではないんで、くさび悪くはない。あーああそれはまずいね。よし、ただそうなんですよね、ジキラカウントなんで火力がまだそんなに出ないんですよね。これ一旦メーティスとか打っとくか、それともアンチヒール打つか。アンチヒール打っとくか。これほい、ちょっとフィンコンボがね嫌なんで打っておきましょうか。いや辛いねなかなかきついですねこれは。一応3本条件ではあるんで、アラジンとか打てはするんですけど、はいはいはい、どうしようかな。4枚返しありに見えてきたな。これアラジン4枚返しじゃないか。これこう、これでアラジンコンボは発動しなくなっちゃうんですけど、
よし、いい削り。で、回復コンボ使おうとすると、まだアンチヒルが残ってるんで、って感じかな。ただ問題を言うと、これ、コンボもね、確かくさび条件がついてるんで、メーティスが消されると、誰もコンボが発動しなくなると。お、怒りましたね。これアンチヒール入ります。これ今危なかったな。これメーティス消されてたら結構危なかった可能性がありますね、これは。私ギリギリセーフということで。これ勝ちですね。よし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 。危なかったですね。よしよし。さあいきましょう。2戦目、リアンツィール。この 20% 痛いんで6戦ぐらいいってるからね。普通に痛いんですけど、まあ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 。いてぇ、6585って、初手で、まあ。とりあえず、ギブから行きまして、まあ、X とか来ない限りは、普通にメーティス打っていきますけど、でもイブ天ね、結構、速攻に弱いところあるんでね、イブサニアのコンボスキルがそこまで強いものではないので、結構ゴリ押してこられるとまずかったりするんですよ。来たー来ました来ましたよ。ダメーティスって、ちょっとね、リアンツイールの 20% のせいでだいぶ HP 差が開いていますけども、まあ、こっからでもね、なんとかなりはするんで、あ、それはなんとかなんないかもしれない。それはなんとかなんないかも。それはまずいね。まあ、一応召喚増やしながらいくか。はい、はい、くさび一気に生やしまして、このメルカバーがね本当にウィブテンにおいては強いので、それちょっと嫌だな。一旦回収もありだけど、そうするとグノーコンボ食らっちゃうんですよね。まあ普通に受けるか。はい、まあ、だいぶ痛いですけど、雷撃も入るんでね。よし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 、削りは悪くない。一応ビナもあるんでなんとかなんないかな。ウィーブサニアまずいね。ウィーブはまずいね。ちょっとさすがにそのコンボはつながせるわけにはいかないので、こっちからいきます。さあここで4000出るんですよ。強いね。いいよ、強いよ。さすがに飛びはしないと思うんだよな、これ。相手このコンボ残したら飛ばせるんじゃないか。この3500出るんでね、メーティス込みで飛びそうですけど、さすがに消してきそうか。ビナとかつくみくるとまずいけど、おうおうおお、なるほど。であれば、まあビナで防御がいいかな。これさすがに飛ばせはしないよね、計算が。計算ができません。いや多分飛ばないと思うんで、ビナーで耐えます。さあこれで 50% にします。ただね、イグナーツとか結構怪しいラインなんですよね、これ。ワンチャンイグナーツだったら死ぬかもしれない。エンデガバイスは大丈夫なんだけど、お、耐えましたね。よし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 、危ねえ。危ない。よし、じゃあ決めてもらいますか。これで巻いて帰ってきても大丈夫と。ドン、よーし、強いね、いいね。さあいきましょう。3戦目、ナルアダルは、ナルアダルはね、いまだにちょっとね、入手できてないんですよね。なんで次の超駒とかで引けたらいいなと思ってるんですけど、いや、ナルアドルはね、楽しそうなんだよね、マリデッキ。マリデッキ組んでみたいんですけどね、なかなか駒がなくてね。なんで動画でもあんまり紹介できないんですけど、まあ、いずれはね、組めるようにしてないと思ってるんですけどね。まあ、次のシーズンまでには組めるようにしておきたいですね、マリデッキ。まあ、それはさておき。まあ、もう安定の執念メーティスですね。行きましょう。おい、安定ムーブと。でも次エルヴィン打っても良さそうかな。まあ、相手がどこ打ってくるか次第ですが。
一致変置き。あ、ここはエルヴィンかな。おお、メルカバーでいいな、これだったら。これでメルカバー行ってくさび生やします。でこれ相手が B さんに来てくれるとでかい。そうするとね、左下 X にエルヴィン置いて、相手がくさび来しにくいところに、ね、展開できるんで。きた、よしよしよし、いいよ。これで左下 X にエルヴィン置くと、くさびがね結構綺麗にばらまけるんで。これね強いんですよ、イグサニア。これですよ左一気にグサッとね今刺さりましたけど、こうなるんですよ。これが強いんですよね。さあそこにね一人コンボもあるんでね、4000出ますから一人コンボ。さあ角から行くか、おお B4 から行くか。 B4 から来ましたね。まあ、これは消さなくてもいいかな一旦。まあ一人置いときましょうか。一人置いて、ちょっとくさびがね入るところが一箇所しかないんですけど、いいね。まあ17本あるからね1700入ったね雷撃。さあ盤面に17本くさびが生えてるということで、あーああちょっと待って、それちょっと待って、4ちょっと強すぎ。コンボも4000出るのがねちょっとまずい。おお、これ残したら多分死ぬんだよな。ディザイアも発動するんで5000ぐらい飛んでくるんですよね、雷撃。雷撃じゃない、火炎か、火炎が飛んでくるんで、これ一旦こっちじゃない、これで 15% 頑張れ、強すぎ強すぎるこのキャラで。4000出るから次一人コンボでね出るんで、フルフレアだけちょっとまずいかな。それ以外はなんとかなりそう。シンク僕大丈夫かあれこれ大丈夫か、これ多分勇気の方がいいかな。くさび消費しない方が火力出せそうなんで、このデバフで耐えられたら嫌だな。ちょっと4000出ますからね一人コンボ、いけるでしょこれ。強っ思ったより出たな、強いなこれ。さあ行きましょう、4戦目。捕食マナグリ、捕食マナグリちょっと怖いなまだこれね、コラボの名前がね毎回出てこなくなるんだよな。バチラ巡る&イセギヨイチか。一応アンチヒールを選択肢に持ってはいるんで、まあそれ次第ではあるかな。ただ暗黒とは違うからね、結構アンチヒール打てばいいって感じの相手でもないんでね、捕食マナグリはね。ちょっと打ちどころが難しいんですけど、これ X 来そうだなあれこれなんか X 打ち来そうなあれしてんな、やめて。おいおい、クラーケン珍しい。お、これはいいバイセだよ、ナイスタイミング。これで2ターン火力入れまして、次もなんかワンチャンビナ X とかでもいい気がするけど、さすがにエミリオからかな。これはさあ手駒ロック、さあヌアザが引きずり出されそう。ナイスナイスメリッサ。ただコンボスキルがねバイセもメリッサも後半向けなんですよね。だから X 行ってもそこまで強い感じはちょっとないので、一旦こっちから行きますかね。ただこうするとちょっと心配な点がですね、 C5 から行って盤面詰められちゃうと若干きついね。しかも相手が捕食マナグリなんでね、回復で耐えられたりするとまずいんですけど、おお普通に X から来た、それは助かる。ここでアンチヒールとか打っても良さそうですけども、まあ引かないと。くさび展開しても良さそうだけど、次でも良さそうだな、展開するんだったら。一回これで、はい、消費しまして、
火力を出しますと。よし、いいよ。で次メルカバーかな。次メルカバーを置いてくさび増やしてって感じかな。うーん、それちょっと怖いな。いや、そのバフ怖いな。けど消して飛ばせるかっていうと怪しいんだよな。それ消す進行して相手捕食があって飛ばせるかはね、結構怪しい。一旦こうか。早く飛び生やして。よ、ダメージはいいけど、いや、ここでなんか捕食駒1枚打たれたらきついな。パズズとか来ると結構まずい。一旦シーヤから来ましたと。盤面的には角から行きたい感じはあるよね、ちょっと。ただ厳しいねこれ。いや、どうしよっか。角ビナかな。角ビナするか。いや、一旦ビナ待とうか。勇気から行って、さすがにこれザガムコンボは繋いでこないと思うんだよな。どうかな、繋いでこないと思ったけど。これいやー、それはそれはきついですねこれね。まあ D にビナ打ってぐらいしかなさそうだけどな。これ打ってで相手ビナ返さないと火力出せないんで、多分1枚返しで来ると。ただ捕食がね入っちゃうと飛ばせない可能性があるんだよね。ビナ返させて倍性のコンボ同士で飛ばしたいところではあるんだけど、結構怪しいこれ。荒くね来ちゃった。捕食が強いね。強いね。これ飛ばないよねさすがに。 HP そんな減ってないもんな。いや、怪しいな。飛ばないかな多分これは。どうするか、濁すか。濁すしかないなこれ。飛んでないと思うんだよなさすがにこれ。お、怖い怖い怖い。飛ばされはしない。お、耐えた。捕食量もそんなにだ。いけるな。危ねえ。これメデューサコンボだったら死ん、いや、メデューサコンボでも耐えてはいそうか。危ねえ。よーし、ケイ。危なかったね今。さらすといきましょう、アマテル。さあ、HP が高いですね、変わらずね。3万ありますと。すごいね、神獣なのにね。デス5なのに HP こんだけあるの、やっぱ強いよね、余ってる。いや、これね。まあ、普通に行くんですけど、C に余ってるが嫌なんですよね。結構、相手の手駒によってはね、後々コンボを無理やり繋がれて、ゴリ押しされるパターンが結構あるので、嫌なんですけど、これ。田舎。悪くはないな。まあ普通に行きますか。繋いでくんのかな。だかここでウィブとかルラーが来ると結構危ない。ゴリ押してくる可能性がある。メリッサかなら大丈夫そうか。まあ普通に行くか。普通に行っても大丈夫そうなんで有給打ちます。ほい。これ繋いでくるかどうか。ちなみに繋がれたら普通に嫌です。普通に嫌なんですけど。おお、繋いでこない。1人欲しいな。ほい。おお、いいね。それはそれでいい。バイセ打って火力出しまして、いいよ、いい火力。さあ、そしてビナもいるんで
ワンチャン2手でいけそうな気がする。さあ、アルカードは来ますが、来たー、デメージ来たーえ、これデメージじゃない、さっき。これさっきデメージだよね。さっきデメージ打って、僕の 15% 5リット。強すぎ。で、もうアラジンでフィニッシュかな。ディナ来るけど、雷撃なんでね。デメージ。これ雷撃これ雷撃なの、やっぱおかしいよね、このコマね。マジで、ちょっと、デメージ、デメージ回になっちゃった。まあでも、イメテンの強みの一つだからね。まあ、それはそうなんだけど。多分これ飛ぶからね。はい、強いと。デメージがおかしいね。はい。はい、ということで、今回ですね、ウィブソニア転結使っていきました。いかがでしたでしょうか。いや、楽しいね。楽しいし、めちゃくちゃ強い。マジで強いですね。やっぱり、まあ、この2枚かな。デムジと、こいつ、このコラボのね、イサギウイちゃんとバチのめぐる。これがね、やばいですね。今回結構デムジの方がね、活躍見えたんですけども、まあ、こっちの方もね、マンチヒール活躍したりとか、あとはアレスタイメントからもね、強かったりするし、このアンチヒールの方が。あと、新聞にね、この雷撃。雷撃はマジで、ささやきの陣雄一みたいな感じで使えるんで、本当にこれも強いんですよ。で、あとね、一人がね、結構、これ強かったね。やっぱこのコンボはめちゃくちゃ強いですね。スキル条件もね、スキルだっけ？コンボもそうだよね。くさびの本数条件が減ったんで、そこも結構後押ししてる感じはありましたね。なんで、転結デッキには一人は採用してあげていいと思います。なんで、ビビテンね、おすすめなんでぜひ使ってみてください。ってことで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。